妻の遺骨を手元に置いておいていいでしょうか金箔が吹いても剥げない国産仏壇お仏壇の販売が転職永田。 今ですね2018年9月の16日日曜日朝のちょうど今5時半でございます今朝の朝動画これ昨日ですね実はお客様からご質問があったんですね残念なことにですねその奥様はですね若い50代でですね他界されて奥様がであのもう残念とであのしばらくお遺骨をですねもう家に置いておきても四十九日終わられたみたいですけどですねであの置いておいていかろうかということでですねご質問が で子どもさんもですねやっぱ置いといてもらいたいとかのご意見だったそうでございますでですねもう結論から先に言うといいと思いますあの今は、まあ、その方は浄土真宗だったんですけどですねあの浄土真宗は何も今おっしゃられませんですねですからもうお客様のお気持ちが済むまでですねもう置いとかれてですねいいと思うんですよね。 あのそれこそ13回生7回忌13回忌ぐらいまで置いとかれてあのお気持ちがまあ定まれたらばお納骨とそれとその方お墓もまだ持ってらっしゃらないもんですからでお客様でもゆっくり ゆっくり探したらがいい、焦ってです、ね、あの実は熊本、今、お墓足らないんですよ、納骨堂も、やっぱ地震の影響ですね、ですから、あの焦ってです,、ね、するよりも、ゆっくり見て回ってです、ね、自分の一番いいところ、であのこれからです、ね、地震の、まあ、破壊者さんも今まで忙しかったんですけど、ちょっと人だ落なくて、形で、えー、これからお墓もです、ね、いろいろ造成もされますし、納骨堂もお寺さんもこれから作っていかれますから、であと、市にです、ね、あの申し込んでくださいと。あの死のあの あれは抽選なんですよねですからもう申し込まれていいのが当たったらそこを予約すればいいじゃないですかであのそれまではですねもうおうちにおられていいと思いますよということでですねお伝えいたしましたでああそうなんだって急ぐ必要はないんだねということでですねあの納得いただきました、はい、ですからあの我々ですねあの何でもですねあの言ってくださいませあのお客様のためにですね分かることはお答え分からないことは はい、では、えー、ここまでですね、この動画を見ていただいて、誠にありがとうございました。心よりお礼を申し上げます。皆様の何かのお役に立てれば幸せでございます。えー、今こそ、今朝の朝は5時32分過ぎました。はい、今日も一日頑張ります。